口濃い、あ、塗ったからかもしれません。塗りたて、塗りたてです。お弁当を食べました。夜ご飯、そう、家帰って食べました。さっとね、皆さん今日も一日お疲れ様です。土曜日終わりました。来週のビビサタもリモートですか？あ、今日ビビサタだったんですけど、来週、し来週出るかな、わかんないんですよね、まだ行くかどうか。そう、ちょっと状況を見てって感じです。ビビサタね、どうだろう。そうなんですよ、前回がリモートだったからな、わかんないですね。ありがとうございます。そう、行けたらいいんですけどね、やっぱりなんかリモートよりも実際に行きたい。そうなんですよ、ビビットくん結構大きいですよ。ちょっとね、広島も緊急事態宣言が伸びてて、そう、20日までなのでちょっと微妙なんですよね、うん、釣り、そう、実はもうロケは釣りは行ったんですけども、はい、そうなんです。なんかビビサタが始まってから愛媛に帰る機会がすごく増えて、すごい嬉しいです。やっぱりなんか愛媛、なんかなんだろう、落ち着く。また YouTube で見れるかなね。なんかでもそう、愛媛だけってのがなかなかなので。そうなんですよ、すごい、めっちゃ鳥飛ぶんやねこれ。ハト、ありがとう、めっちゃファファファ飛んだ、ありがとうございます。ありがとう、愛媛に行く途中はなんかほぼ寝てる寝てるかもしれない。あ、朝早いと釣りロケだと思うようになった、まあ、そうかもしれないですね。めちゃめちゃ早いんですよ釣りロケは、朝が。なので本当にまだ夜でしょみたいな。なんだっけこれ、ライスシャワーだ、ありがとうございます。そう、ちょっと次どうなんだろう、明日はですねホームルーム、ちょっとね今日りんこちゃんと話せなかったんですよ全然。ちょっとこれはこれは困った、ちょっと今日りんこちゃんと全然喋れなかったから、じゃあ明日頑張らないとな。話しかける。写真も撮って。はじめましてではないですよ。全然はじめましてではないんですけど。はい、と楽しみますね。距離、そう、縮めます。え、ぐいぐい、え、どうだろうね、どうでしょう、わかりません。
どんな感じかちょっとまだつかめない。やっぱりあの子持ち昆布が好きなことしかちょっとなんか子持ち昆布が好きっていうイメージがすごすぎて私の中で、なんか吉崎凛子ちゃんなんかめっちゃ子持ち昆布が好き、あの瀬戸内でおすすめのもの子持ち昆布、好きなもの子持ち昆布ってもうめっちゃ子持ち昆布推しだったから、なんかそれの印象がすごい。でも楽しみです、楽しみでございます。子持ち昆布好き？え、うん、ママ食べたことないかも、そんなに食べんかも子持ち昆布。確かにすぐに話が終わりそう。カムチ昆布好きなんだよね。あ、そうです。終わりなりそうです。あなたはありがとう。確かにそう、同じユニットなんですけどね。そうなんですよね。テニシクか観光ガイド、そうだ、ワンちゃん、同じ名前のワンちゃんを飼ってる、あの犬種とかじゃなくて名前が一緒っていうね、それもあるわ。おもちゃん、なんかでも私も多分吉崎凛子ちゃんのそのファンの方と話、私と話したことないよって方も多分いらっしゃると思うので、ちょっと緊張します。3人で会話って結構あれですよね、なんか私めっちゃ黙っちゃう人だから話さないとなって思う。うん、なんか1対1だったら話せるんだけど、人数が増えれば増えるほど話せなくなっちゃうからそうなんだよ。楽しみです。でも本当ありがとうございます、うん、ゴゴティー飲んでる、午後にゴゴティーちゃんと従ってる。あと30分、ほんとや、え、ほんとや、
私ほくろないよね。いや私ほくろあるよ。どこにあると思う？ほら顔のほくろね、見て。これも多分写真で見たらめっちゃわかると思うよ。これこれ私のほくろ。あ、ここにもあるけど、これこれもさ、あとね、どっちだっけな、これ指、あと頭皮、こここれ赤いほくろがあるそう、これ赤いほくろ、なんかそう、これ怪我してるって間違われるんですけど、全然痛くも痒くもない、そう、なんか赤いほくろがあるんですよ、ちっちゃい時から。幸せのほくろ、え、嬉しい幸せのほくろ、ほくろかな、分からん、そう、痛いって言われるけど全然痛くない。え、ほくろじゃないのかな、なんか赤いやつです赤いやつ、蚊に刺された、年中蚊に刺されてる人みたいになる。なんで赤なの？ちょっとほくろに聞いてもらってもいいですか？うん、分からん。分かりません。なんででしょうね。なぜでしょう。多分ほくろじゃないんだろうけど、なんか全然痛くないですよ、失敗しないでください。なんか今日はマニーナさんが最後だったんですけど、本当に実感が湧かなさすぎて、なんか本当に今日でもう STU からなんか卒業しちゃうのかなっていう、なんか疑問がすごすぎて。なるま、ありがとうございます。うん、なんか本当に実感が湧かない。うん、今日はドレス着てた。お別れ？え、お別れ？なんか、あ、なんか、またねみたいな感じで、なんか本当にまたねなのかなと思って、すごいなんか不思議な感じでした。なんか全然実感湧かなくて、なんかまた次の何かステージとかにもこう来てくれるんじゃないかってすごい思う。写真撮ったよ。
また会えるよね、きっと。なんか時間が過ぎるのが早すぎて、ダメだ、今日なんか暗い配信しちゃう。すごく暗い配信しちゃう。ダメだダメだ、耐えるよ。暗い、なんかしんみりっていうか落ち着いてます。落ち着いてますよ。今日早めに終わろうか。34か。夜ですね。シュークかわいいね。ありがとう。今日ワンピースでした。じゃん。じゃん。あ、ちょっともうネックレス外しちゃった。私なんか帰ったらすぐにアクセサリーを取っちゃうんですよ。なので。ここゴミ箱が、ゴミ箱がチェックでした。ちょっと長袖で、すぐ取っちゃった。暑くなかったね、全然ちょうどよかった。最近の服装わからん。ボブに見えるね。髪切りたいよ、髪切りたいよ。私の口癖だから気にしないで。私がボブになったらなんか鎖骨ぐらいにしてみたいんですよね。一回これくらい、これくらいかな。なんちゃってショート、なんか分からん、どれくらいかが。一番短い時これくらいだったかも。なんか別に短くするつもりなかったんですけど、確かなんかお任せみたいな感じで切ったら、中2じゃないや、小2の時、小1ぐらい、小2小1ぐらいの時にめっちゃショートになって、そう、なんか小学生の時ってなんかそんなに身なりじゃない、なんて言うんですか、そのなんか髪型とかこだわってないからもう何でもいいやみたいな、なんか自我がない、自我がないじゃないけど、なんか自分のあんま意識とかそんななくて、なんかもうお任せみたいな。そしたらさ、こんな小学生の時ぐらいそうだった。でそっからずっとロングにしてバレエやってたから、でも中1の終わりから中2ぐらいの時にまたこれくらいになりました。一回中学生の時に、あるかな、その時の写真。
なんで切ったの？え、なんか長いのがなんかちょっと飽きたっていうか、なんかショートに一回してみたくて、その物心ついてからで一回して、でもなんか拘束が結構厳しくて、すぐに髪の毛を結ばないといけなかったんですよ。なんでなんかこんなもちっちゃい子、マルコちゃんみたいな、あのすごいちっちゃいツインテールみたいなんで学校行ってたんですけど、中2ぐらいの時に、なんかそれがもうここら辺が痒くて、やっぱり私は伸ばそうと思って伸ばした。またここが痒いの、なんかチクチクする、あの微妙な長さの時が一番なんか癖も出るし大変。そうなんですよ。でも私がなんかなんだろう、誰かのメンバーとかにだけどショートにしようかしたいなみたいな、したいなしようかなとか言ったら、いや絶対ロングって言われるんですよ。なんかもう絶対にロングだと思うみたいななんかロングもうロングだと思うみたいな、絶対ロングの方が似合うって。だからなんか着れない。コッコさん、コッコさんも言ってた、絶対ロングだよ。そうなのかな。ボブ？ボブがどれくらいなの？これくらい？ここぐらいにしてみたい。ロングが一番だと、なんかね、毛量が結構なんですか？こう長いからこそ落ち着いてるんですよ。なんか短くしたらこうこうってなりそうで、ちょっとあの本当にちょっとこけし感がいい。すごい、もうこんな ここまで髪の毛ができるんじゃないかってぐらいちょっと不安なので、ちょっとあのこうファンって癖っていうか、うん、こう抑えきれない、あしかも髪の毛が硬くて、なんかちょっと一本一本がなんで、なんか一人一人のなんかあの主張が激しくてこうボワンってなりそうでちょっと切れない。それを思うとちょっと、でもカミ質は変えれん、うん、今こうやってちょっとなんちゃってボブにして楽しみます、うん、ちょっとあんま見えないけどもなんちゃってボブで楽しもう。気分だけね、気分だけ。大人になる。いずれね、いずれ、もういずれとか言いながら何年もこんなん、でもボブになったら、ボブっていうか髪の毛短くなったらこう外羽にしたい。可愛いと。
切るときは言う？突然？どっちがいいですか？言ってほしいですか？ときに明日切るよって、それともじゃーん切りましたがいいですか？どっちがいいですか？突然がいい、言ってほしい。突然、あ、突然がいいの、やっぱみんな言ってほしい。あ、でも人によるのかな。突然がいい、サプライズ、びっくりに、あ、匂わせ、え、どうやって、あ、もう髪の毛がそろそろ切れるんじゃないかな。それとなく、もしかしたら髪の毛を切る可能性があるかもしれないですねぐらいで、匂わせすぎ？あ、じゃあ私があのこけしになる日はそう遠くないみたいな言ったら察する？でって言ったらいいか分からん。足がね長いんだよ。そうだよ。重い、黒いしな。ね、皆さんに報告があります。私も報告がある系なんかできないからそんなのできないから言わない。なんかみんなもドキドキするじゃん。嫌じゃん、ドキドキするの。あの、なんかなんやねんズデーンみたいになるのがめちゃなんかちょっと嫌でなので、あの、そう、ズコー、ちょっとそれがちょっとあのお知らせするならじゃあ、あれです、中村舞髪についてホームページに中村舞髪について、っていう見出しで載せてもらわないとダメですそんな紙についてとかないわって感じしま、これで。でもなんか本当に切ったみたいじゃない？本当に切ったみたいじゃないですか今。切るとき許可いるの？いるの。許可が下りなかったらこう徐々に1週間に2センチぐらいずつ切ってったらバレない説とかなんかありそうじゃない私なんかちょっと一回やってみたいの。なんか1週間に2センチずつ髪の毛を切ってだんだんショートにしてみた
なんか分からなさそうじゃないですか、誰も気づかなさそう。なんかあれいつの間にか短くなったねみたいな。なんかの企画で何センチから気づかれるか分かんないけど、伸びるから、あ、そう、伸びるのも結構早いんよね。そうなんですよ。バレるかな。いやでもね、7センチぐらいまでなら多分私の髪の毛切っても分かんないです、誰も。長いから普通に7センチぐらい切っても分かんない、もう気づかれないと思う、一気に切っても。気づかれない。今がマックス長い。いや、高校2年生から3年生ぐらいの時にありえないお尻の長さぐらいまで髪の毛があったんですよ。ちょっと写真ないかな、写真ないかなっていうレベルでめっちゃ長かったんですよ。本当に長くて、本当に長かった。結局その髪の毛はヘアドネーションしたんでめっちゃ短くなったんですけども、もうめっちゃそう長い、長くて何が大変だったかっていうと、学校で後ろからポニーテールをしてたらめっちゃ掴まれるんですよ、ウィーみたいな、ウィーみたいな感じで、なんかうわーみたいな、もうあれがね。なんか髪の毛を、そう、なんかなんか触りたくなる多分髪の毛なの。やってました。やってた人いるの？そうなの？ないかな、長い時の。ダメだ、制服着てるんだよな、制服着てるのが多すぎて。ちょが邪魔をする、制服が、確かにな、ちょっと制服があれでしたね。加工できるのかな、でもなんかもうすごい髪の毛って感じ、すごい髪の毛。こうできたら、こうできたら送ります。こうできるかな、微妙、微妙だ。前髪ずっとパッツン、眉毛がコンプレックスなの、すごく。だからそう、
眉毛がずっと嫌いで、自分の。それで眉毛を隠すためにあのパッツンも本当にずっともう分けもせずパッツンだったんですけど、なんかちょっとだんだん高校生ぐらいから分けるようにしました。おでこ出しすぎ、あんましないでしょ私が。おでこ出し、そうなんだ。なぜなんかあのすごいボサ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 の眉毛でなんか整えろよって思うじゃないですか。だったらでもその学校の校則で眉毛を整えちゃダメっていうのがあって、もうだから絶対に眉毛を意地でも出さないって思ってめっちゃパッツンで出ました。なんか月一の身だしなみで眉毛を見られるんですよ、こうみんな。で、なんか整えてたら怒られちゃうので、そうなんで今はそう全然あれなんですけど、次の公演でおでこ出しを。いやいや眉毛凛々しいですか？凛々しいかもしれません、私の眉毛は。凛々しいんだ。こうやって前の M にして出る。ここでスプレー固めて、こうやって眉球の M、 綺麗だ M これで綺麗な M じゃない？ダメだ、もうこういうことはやめよう。はあ、今日めちゃめちゃもうこんな感じだから、もうやめよう、もう何もやめよう、もうやめよう、もう3分だよ。あ、本当に？なんか早いですね、時間。ありがとう。あっという間だよ。明日は日曜日ですね。皆さん、日曜日、楽しみましょう。頑張りましょう。ちょっと曜日感覚がなくてさ、なんかお姉ちゃん土日基本休みなんですけど、お姉ちゃんがなんか昨日なんかずっとなんかちょっと起きてて、で「あれ仕事じゃないの？」って言ったら「明日土曜日だよ」って言われて、あ、曜日感覚がなすぎて、もう本当に。お姉ちゃんに気づかされました。
土日休みが羨ましい。でもね、姉貴日曜日はめちゃくちゃね、もうサザエさん症候群になってるよ。ああ明日仕事だ、ああもう本当に明日仕事だって言ってるよ、ずっと日曜日。 だからなんか土日休みも休みで、まあなかなか難しい話ですよね。日曜日の夜になんかすごくもうわーってなるらしい。もうなりかけてる、もう日曜日になっちゃうよ。今日もお疲れ、おやすみ。また明日頑張りましょう。おやすみなさい。